こんにちは。お世話になっております。こんにちは。露崎と申します。本日よろしくお願いいたします。こちらこそお願いいたします。すさみです。すさみさん、ありがとうございます。今、私の映像と音声の方は届いておりますかね。大丈夫そうです。バッチシです。ありがとうございます。じゃちょっとまず本日ですね、お時間の確認なんですけれども、ここから15分ぐらいでちょっとお話をさせていただければなと思ってるんですけれども、すさみさん、お尻のお時間とかは大丈夫そうですか？問題ないです。ありがとうございます。じゃあちょっと最大ここから15分という形で進めさせてください。ありがとうございます。はい。で、本日の内容なんですけれども、ここからすさみさんの方でも若手採用を、はい、ご検討されていくというところをお伺いしましたので、今回はもしかしたらこう組織の若返り化とか若手採用を成功するようなお話、情報提供っていうのをできればなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。はい。ちょっと早速ですね、本日の内容なんですけれども、ちょっと私の方で簡単に、このコロナ禍で名刺交換とかもできないようなご状況でありますので、自己紹介させていただいて、すさみさんの方にも一言、最初いただき、ご紹介預かりまして、その上でですね、ちょっとご状況のお伺いを詳細にできればと思っております。はい。で、その上で最後、お役立てできるところをお伝えできればなと思っておりますが、こんな流れで本日いかがでしょうか。問題ないです。ありがとうございます。じゃあちょっとまずですね、私のご挨拶の方からさせていただければと思います。私ですね、露崎と申しまして、はい、大学卒業して今この会社入る前に社会人で水泳競技を実は続けまして。珍しいですね。ありがとうございます。そうなんですよ。ただ結果ですね、トップ選手になれずに引退して、今のこの若手採用のキャリア支援の営業職をやっているんですけど、なぜ私この仕事やってるかというと、ミッションがまだここにない出会いをもう格段に早く、桁違いに早く届けるっていうミッションのもと、この会社のミッションと紐づいて私も結構取り組んでまして、理由としては私そのなぜトップ選手になれなかったのかって考えたときに、結構トップ選手はですね、はい、若い時から適切な努力で適切な方向で積み重ねてるんですよ、努力を。で、自分それ全然できてなかったなと思って、でそれやっぱなんでかなと思った時に、結構その要因って偶発的な外部的要因も大きいんですよね。具体的に言うと適切な、いい指導者さんとかいい練習環境に偶発的に偶然こう巡り合えるかっていう要素は結構大きくてですね、本当に自分はそこのところで、自分自身の選択も失敗したなと思うこともいっぱいあったので、私はそこのちょっとこう失敗をこのビジネスの領域においてはやっぱり生かして、下の世代にもっとここにないいい出会いを格段に早く届けるっていうミッションの、ちょっとこの若手キャリア支援っていうところの領域で仕事をやってる人間になりますので、本日どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。はい。すさみさんもちょっとぜひですね、失礼のないようにご担当部署、あとお役職のご紹介と、今回若手採用をご検討されている背景についてもちょっとぜひ簡単にご紹介いただければなと思います。ありがとうございます。株式会社すさみで私が代表取締役を務めておりまして、ホームページも見ていただいたと思うんですが、ベンチャー企業でバリバリ、活動しております。はい、従業員数もですね、今50名ぐらいでして、最初の立ち上げはもちろんですね、新卒なんかいるわけもなく、中途採用メインでやってまいりました。で、ホームページにも記載ありますが、ボードメンバーは、結構ですね、いい大学を出て、外部から引っ張ってきたり、今まで一緒にやってきた仲間がいるような形でございます。そういった中でですね、なかなか中途採用だけでは今後伸びないかなっていうところが課題でもあります。新卒というかですね、若手からですね、しっかりと私どものビジョンですとかミッションといったところを浸透させて、理念を浸透させて、そこから叩き上げでしっかりと伸ばしていってですね、若手もこう活躍できるような組織を作っていかないと、ちょっと今後先がないかなと思っています。なので、ちょっと露崎さんからご連絡をいただいて、ちょっと話を聞いてみたいなと思った次第でございます。詳細にありがとうございます。あれなんですね、そのご状況で言うと、今まで中途採用を中心でやられていたんですけれども、やっぱ50名規模になってきて、なかなかその御社の理念とかビジョンの浸透っていうのが、中途採用多分今いろんな方が集まれると思うので、そこの浸透は難しくなってきたっていうのは理解で合ってますか？そうですね、浸透が難しいですし、あとはちょっと若手の活力というところもちょっと注入していかないといけないなと思っております。結構もう3、40代がメインなんでですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。なんかすごくちょっと今、個人的にも気になってご質問させていただきたいのが、やはりちょっとすさみさんの方でこれから事業を伸ばしていくっていう、大切な要素として、社員様へのビジョンへの浸透っていうのはすごくやっぱ大事にお考えなんだなっていうふうに感じたんですけど、はいはい。なんかそれはやっぱりその今、ビジョンが浸透してなくなってきてるなっていう現状の中で、なんか問題とかっていうのは実際に起きていらっしゃいますか？そうですね。まあ、もしかすると、露崎さんおっしゃってくださったように、おっしゃってくださったというか、示唆していただいているように、ちょっと原因がもしかすると採用にあるわけではないかもしれないんですけれども、一つあるのは、なかなか外部から来ますので、他の企業のやっぱり理念ですとか、慣習というところに引きずられてきちゃう方が結構多いんですね。まあ、なので、まっさらな状態からしっかりとミッションを叩き込んでいきたい、DNA を注入していきたいと、まあ、そういう目論見というか、はい、上がりますかね。ありがとうございます。実際にやっぱりその今じゃあそれだけこだわりになられてるってことは、はい、今の御社の中で活躍されてる社員さんはそれこそかなり注入されてるというか、それこそ御社のビジョンにドンピシャだっていう社員さんが多分いらっしゃるっていうことですよね。ご認識の通りです。やはりその社員さんはすごくご活躍されてるんですか？そうですね。やっぱり営業も活躍してますし、何か結構ベンチャー企業なんでですね、山あり谷ありでございますので、そういった谷といいますか、下がった時にですね、しっかりとビジョンが共有されていることで踏ん張れるというか、そこがやっぱりベースになってますので、重要視をしております。なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっと今回なんかここからご提案の方向性、私も練らせていただくためにご質問なんですけど、例えば今その実際に御社の中でもビジョンを体現されている社員様がいらっしゃるっていう中で、はい、新卒採用する場合っていうのはなんかどういった学生さんだったら体現してくれそうだなみたいなのって、すさみさんの方で今なんかイメージされてる部分とかってあったら教えていただきたいんですけど。そうですね。私ももともと露崎さんもそうだと思うんですが、体育会系出身です。はい、で体育会系出身だからミッションにこう注入できるかというまた別の問題ではあると思うんですけれども、まあ、結構比較的、スポーツやってきてビシバシ鍛えられて先輩に可愛がられてみたいな環境に育ってくると素直な人って結構多いと思ってます。まあ、なので勉強バリバリやってきた方でもいいんですけれども、まあ、素直な方で、まあ、結構体育会系な風土がありますので、そういった学生さんというか若手が来ていただけると嬉しいかなと思ってます。なるほど、なるほど。ありがとうございます。素直さ非常に大事ですよね。かなり大事です。なるほど、なるほど。ちなみになんか今本当にその通りだなと思ってて、僕もこう採用のご提案するときに、まあ、皆様そのペルソナみたいな形で今みたいな、はいはい、大会出身の素直な子ってやっぱり挙げられる中でどうしてもこう詰め切れない部分ってあるのかなと思ってて、なんか一方でそのすさみさんの方で対企業っていうところでいくと、この企業さんはなんか確かにその素直な体育会系学生とか取れてるなとかですね、あとはその理想な新卒学生取れてるなっていう、なんか競合様というか同じ IT のベンチャー企業でロールモデルとなる企業様とかっていらっしゃいますか？それは結論言うと分かんないですね。その会社の新卒が働いている人がどんな人かなっていうことはあんまり接点がないもんなんで。なるほど、なるほど。ただ、まあ、採用の他社のウェブサイトとか見ていて採用ページで採用活動されている方のコメントですとか働いている方々の記事とかを見ていて、こういうブランディングってうまいなって思うことは結構ありますね。なるほどですね、承知しました。なんか今のお話でいくと、はい、正直今私採用とかも担当させていただいていて、まあ、結構ベンチャー企業さんは今新卒始める企業さんも多いのでかなり取り合いだなっていう状況もありまして、はい、他社様の取り組みとかで言うと新卒採用どれぐらいのスパンで考えていくのって結構議論させたことが多いんですよ。まあ、例えばすさみさんで言うと、はい、今年取るための新卒採用で真剣にその素直な大会で取りに行くのかとか、とはいえ2年後3年後っていうのを見据えて、じゃあ初年度はちょっと新卒採用の作るっていう程度の実施をして2年3年含めてじゃあその2年目3年目でしっかりターゲットを取っていくみたいな、結構中長期で、ベンチャー企業の方でいくと新卒採用の、仕組みを設計するみたいな結構観点もあるのかなと思ってて、結構そういった取り組みが最近業界でいくと増えてきてるんですね。で方向でいくとなんかその長期で考えられるのか短期でやっぱり新卒学生欲しいのかでいくとどちらとかってのはございますか？長期ですね。長期の方がやはり長期で大丈夫です。はい。なるほどなるほど。変なこれ50人規模で変な社員が1人来るだけでかなり狂っちゃうんでですね。そうですね。慎重に行きたいなと思ってはおります。うんうんうん。わかりました。なのでちょっと私ここまででご提案の方向性といたしましては。多分こういろいろな業者様からも今情報収集されていて多分多いのが直近じゃあこのツールこの媒体とかこのエージェントうちのエージェント取りましょうって結構手段のご提案って受けられることこれから須谷さんも増えてくるんじゃないかなと思ったんですけど、はい、ではなくてなんか我々としてはその3年2年っていうのを中長期を見据えた1年としての、ご提案をしたいなと思ってるのでなんか次回ちょっとご提案をお持ちする方向性のご確認なんですけど、例えば初年度はその新卒採用のルーティーンを御社の中で作るとか、あとはそのこういったペルソナというところの学生さんに、空の体育系学生にどのチャンネルだったら会えるよねとか、そういったところを検証する。でさらに会えた段階でその採用ぶどまりとかを見て、あ、本当になんかこの今置いてるペルソナがうちに親和性が高いんだねみたいな、はい、やっぱり設計をする1年としてのご提案をお持ちするっていう方向でちょっと今お持ちできればなと思ってたんですけど、なんかそんな方向性のご提案をお持ち次回させた形で再度次回日程のご調整とかって今お願いできそうですか？そうですね、方向性としてはいいんですけれども、はい、御社のビジネスモデルでいくと短期でおそらく人をどんどん採用させないと儲からないビジネスモデルだと思うんですね。で長期でご提案されているメリットってあるんですか？そうですね、メリットといたしましてはございましてやっぱりそうですね短期でのご提案になると、はい、翌年翌々年の極論の話ちょっと僕営業なので言いますけどリピートが取れないっていう営業面ので、私もそれ結構若い時に失敗してきてるんですよ、はい、どうしても目先の売り上げが欲しくてご提案して結局失敗するんですね。でそうすると企業様のお役にも立てないですし、それって結局は翌年度自分の営業成績にも返ってくるって、もう本当にそれが真理だと思ってるんですよ、営業マン。なるほど、なるほど。っていうところでは、私はモットーとしては、やっぱりその短期でのご提案っていうよりかも、やっぱりその企業様のためになるところに考えたときに、御社の場合は絶対長期がいいので、それがもちろん、はい、自社、あとは私の売上成績もそうですし、会社の人の利益にも紐づいてくるっていうふうに考えてますので、今回こういうご提案をしております。ありがとうございます。はい、こういう傾向って結構多いですかね、今のベンチャーの会社ですと。採用したい、これ50名ぐらいの、はい、私が経営しているような会社の規模で新卒採用したいとか、どうなんですか？ちょっと市場分かってなくて。ありがとうございます。50名ぐらいでやっぱやられてるっていうのはすごく多いかなと思います。私も実際に転職活動でベンチャー企業を受けましたけれども、その時に新卒の求人出してるのがやっぱり早くて30名以上ぐらいから新卒の求人募集してる企業様ってベンチャー企業とかちょこちょこ出てくるなっていう領域になって、50名以上だからやっぱり募集してる企業様増えてくる領域だと思いますので、須谷さんの今のご検討のタイミングっていうのはかなり一般的に見ても多く当てはまるケースなのかなっていうふうには思っております、ね。そうしましたら次回その他社の動向と、はい、他社というか私が経営している会社ぐらいの規模の事例とかも教えていただけるとちょっとありがたいかなと思います。制度設計の面等で。しました。じゃあちょっとそういった近しい業態とか事例も含めたところの企業さんをお持ちするっていう中で、じゃあ方向性としてはそういった中長期の初年度の1年という形での方向性で、じゃあお持ちさせていただきますね。大丈夫です。はい。じゃあちょっとまたですね、次回日程調整をさせていただいて、次回お伺いできればと思いますので、よろしくお願いします。ちなみに、今このタイミングでご調整と思ったんですけども、例えば、今週中の、あさって、しあさってとか、早速僕組んでお持ちしたいなと思ったんですけど、ご調整今お願いできそうですか？そうですね。金曜日の午前中大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっとそちらで金曜日の午前中であれば10時とかいかがですか？お願いします。10時。ありがとうございます。ちょっと初回、ご提案をお持ちしてのディスカッション長くなりますので、ちょっとその時に、次回は1時間ほどお時間頂戴できればと思いますので。大丈夫です。はい。じゃあちょっとまた、引き続きよろしくお願いできればと思います。お願いします。はい。ありがとうございました。お時間いただきました。ありがとうございます。失礼いたします。失礼します。はい。